ウッドロード動画学教室では木のものづくりがもっと楽しくなる技術や知識を配信しています。はい、 YouTube と有料動画を合わせて400本以上。この動画は有料動画300本以上の中の1本を期間限定で YouTube で配信しているものです。ではどうぞ。今日の授業は何ですか？今日の授業は箱物、扉について、かまちの説明とミスで組みます。はい、お願いします。はい、小原さん、かまち組の扉ってどんなのか覚えてありますよね？もちろんですよ。ちゃんと覚えてありますか？覚えてますよ。はい、どんなんですか？枠を組んで、うん、薄い板をはめ込んでいるものですね。そうです、さすがですね、もう正解。ありがとうございます。これですね、これがかまち組の扉。はい、これをかまちと呼びます。ね、今回からこの説明と作り方をやっていきます。はい、またいつも通り大浦さんに質問から入ります。どんどん言ってください。お、頼もしいですね。今回はまた質問ですね。そういう魂胆ですね。私を困らすんです。いや、全然困らす気はないんですけどね、最近このパターンで、まあ、パターン化してますよ ね、はい、あの毎回世間にちょっと広まってきてるので何をですか？このパターンが、パターン、そうですよ、それが安定してるからかなと思って、まあ、これでやらせていただいてますけれども、どうぞ答えましょう。はい、当ててみせましょう。はい、じゃあ早速いきましょう。はい、今まで、ね、おうち木工教室をやってきましたよね。はい、やってきました。ね、その最初の頃に額作ってましたよね。作ってました。まあ、ちょっと一個持ってきましたけど、まあ、こちら額ですね。はい、こういう形。懐かしいでございます。はい、でこれ見てもらうと、はい、これも枠組みがあって、中に板が入ってますよ ね、 すね。なんか今の言い方だと、これはかまち戸ですか、大浦さんどう思いますかっていう質問、ね。なるほど、もう先回り、ね、先回りさせて、はい、していただくと。じゃあお答えしていきましょう。はい、このかまち戸のね、何が違うのか。この2つ、やっぱりその質問ですか？はい、はい、すいません。組んでるんですよ。そうですね、両方組んでますね。はい、額も組んでます。かまち戸も組んでおります。はい、でも一緒じゃないんですよねっていう。そうですね、これ一緒やったらそれを言いたいんですね。おかしい話ですからね。額見ましょうか。これが小さい方が額、小さい方が額、大きくなったら扉サイズっていう言わせようとしている。しないしないしない。そうじゃないよっていう。ああ、そうですね。もうね、皆さんサイズだけ言われるとね、ちょっとね、はい、大きい額もありますからね。オーラさんはサイズというと、はい、いう魂胆ですね。魂胆、魂胆で、はい、なんでその企んでる風に言うの？ではなく、はい、もう額は裏板が外せる構造です。そうですね、こういうふうにトンボで留めてあるんで、はい、まあ、取り外しができると、はい、まあ、中入れ替えますもんね。入れ替えます。はい、それに対してだから裏板を挟み込んでるんではないんです。うん、かまち戸は挟み込んでいるんです。おう、だから外せないんです。あ、この板が取れるか取れへんかの違いと。はい、そういうことです。そうですね、そういった違いがありますよね。はい、じゃあもう一歩進んで考えると、これ今板が入ってます、木の板入ってますけど、はい、入ってます。そうじゃないものもありますよね。え、例えばガラス、ガラスが入ってます。ガラスの扉もありますね。はい、交換できないってことですね。そうですね、ガラス割れたらどうしましょう？終わりですね。作り直しですか？作り直しです。これ、まあ、これでもまだ小さい方やからいいですけど、はい、あんなん大きい扉とかになったら大変ですよ。だから絶対ガラスは割らないでっていう。はい、もう注意して何とかすると。いや、そういうことではないんですよね。ガラスの扉は、ガラスの扉とかガラスが入ってるような扉っていうのは、はい、ちゃんと交換できるように作るんですよ。まあ、そんな簡単に取れるようにはなってないんですけど、はい、いざという時、割れた時とかには交換できる作りになってる。それでも扉、かまち組っていうんですか？そうです。だからこの板が取れる取れへんとかでは別に、ああ、中のね、そういう見分けではないんですか？ね、まあ、こちらの方はまあ交換、まあ、普段から変えて使うというのがまあメインの使い方というか、まあ、そういう使い方なんですけど、これはもういざという時に変えるという違いがあります。ね、だから額と扉といっても、はい、まあ、組むってことは同じなんですけど、同じです。構造っていうのはだいぶ変わります。なるほど。ではかまち戸の詳しい説明に入ります。はい、まずは名称から、はい、この枠組みで、まあ、縦の木と横の木が2本ずつあって、 そうですね、それを組んで、まあ、1つの扉になってますよね。はい、でこの縦の木を縦がまち、はい、縦がまち、横の木を、はい、横がまち、横がまちといって、はい、横がまちの方は細分すると、こう上に入ったのは上がまち、上がまち、中に入ったら中がまち、中がまち、下に入ったら下がまち。へえ。呼び方がもう一個あって、はい、
上山、上山、中山、中山、下山とも呼びます。はい、そうなんです、ね。そうなんです。で、前にもやりましたけど、この中野板は鏡板と言います。はい、鏡板、はい。覚えておいてください。かまちどを組むには基本的なルールがあります。そんなルールがあるんですか？そうなんですよ。この枠組みをどう組むかというルールなんですけど、はい、これ縦がまちと横がまちがありますよね。はい、ありますね。で、それをどちらでどう挟むかなんです。はい、今これ縦がまちで横がまちを挟んでますよね。挟んでますね。それに対してまあこれ横向けると、はい、この横がまちで縦がまちを挟んでる形になります。挟んでますね。で、これが基本的には縦がまちで横がまちを挟む構造で作ります。それが基本になるわけですか。はい、これを縦がちと呼んでます。縦がち。そうです。で、これなぜか。なぜなんでしょう。そうするかっていう入る前に、はい、ちょっとお家のまあ扉とか家具についてるまあ扉とかもありますよね、うん、はい。ああいうものを想像して、ま、想像というか思い出してもらったら、はい、思い出しましょう。大抵縦がまちになってると思うんです。うん、ああ、そうかもしれません。縦がちですね。すみません、言い間違えましたけど。縦がちですね、はい。玄関はそうですわ。他のもの家具に使われている扉とかね、襖とかもいいですか。ああ、そうですね、待ってますよね。だからそういった扉とか、まあ、家具に使われているような今引き戸やったり開き戸やったりとかも、はい、基本的にはそのルールによって作られているんで、縦がちで作られていることが、まあ、大半やと思います、はい。で、これはなぜかというと、はい、これ開き戸の場合やったら、はい、長板で吊りますよね。吊りますね。で、吊った時に、うん、一本通ってるところにつける方が、まあ、強い。そうですよね、それはわかります、はい。なんか縦がちになります、ね、縦がちですね、1本です、はい、で、これを開いた時、開いた時、扉開きますよね、はい。この時に今これ縦がちやからまっすぐ、まあ、こう一本の木が見えてますけど、はい、これ横がちにしてしまうとここに小口出てくるんですよ。小口出るんですか。開けた時に見えてしまうっていうのはやっぱり僕らしたくないですね、できればね、ですね。ということもだから強度とか見た目とかの問題もあっても、まあ、はい、縦がち、縦がち、うん、これ今まあ、開き戸でしたけど、はい、これが引き戸になっても引き戸もありますね。揺れの問題があって、うん、縦がちのは強い、横に引きますもんね。この揺れに対して強いっていうのと、はい、やっぱりまあ下もするんで、はい、下に小口を持ってくる、なるほど、というふうにしてるんで、これも縦がちになります。まあ、いろんな扉あるんで一個一個ちょっと説明はできないんですけれども、はい、基本的なルールとして、まあ、こう縦がちで作るんやなと、うん、なるほど、覚えてもらったら大丈夫です。わかりました。今までやってきた、はい、あの額とかやったら、はい、作り方は別に関係なかったですよね、うん、どっちが、そうですね、どっちが勝てるとか、横勝ちとか名前なかったですね。説明したことないですよね。ないですね。それは自由に作れたんですけど、はい、扉はそうじゃないと、扉そうはいかない、ルールがあると、だそういった違いもあります。なるほど。横がまち縦がまちの幅にも決まりはありますか。横がまちの幅と縦がまちの幅に関してはルールはないです、はい、ないですか。なので自由にデザインで考えてください。はい、はい。まあ、ただ一個気をつけないといけない点があって、はい、この開け閉めする扉っていうのは強度が必要なので、そうですね、まあ、最低ビスは2本、1箇所につき2本打ちたいんです。で、それを考えた時に2本打てるサイズというと、まあ、最低ここの横がまちの幅が40ミリはあった方が、はい、まあ、やりやすいと思います。もうちょっと細くしたいなと思ったら、でもビス打った後1本じゃ頼んないですか。2本、そう、必ず2本打ってほしいんですよ。なので、まあ、あとキャップするってこともありますよね。はい、そうですね。まあ、ビス打った後そう回ってるのならなか隠しますよ ね、うん、それも考えたらやっぱり40ミリぐらいは取っておいた方がいいです。分かりました、はい。で、今諸さんからも質問なかったんですが、この材の厚み、あ、厚みもありますかね。そうですね、はい、これは決まりがあるんですよ。ありますか。縦がちの場合やったら横がまちの方は縦がまちより同じサイズか同じ厚みか、うんうん、それより薄くしておいてください。それは答え分かりました。分かりますか。何ですか。開けた時に厚かったら小口がここから見えるってね。横がまち小口が見えてしまいますからね、はいはい、これはもう絶対薄くしておいてください、うん、はい、はい。では、このかまち戸を皆さんに、はい、まあ、もうちょっと今までもう取り回とか穴開けとかもやってるんで、だいぶもう済ましたところから大原さんには作業してもらいます。やっています。このように加工ができています。はい、はい。縦がまちの方は横がまちが入る部分に2本のビスが入るように穴が開いているのと、うん、はい、溝は途中で止まる形になっています、ね、横がまちの方は最初から最後まで全部溝を入れています、はい。で、これに鏡板がこういう入って横がまちが立つと、こうですね、はい、でビスを押すという構造になっています、はい、はい、やっていきます。はい、組んでいってください、はい。
もう簡単に組めましたよね、はい。まあ、この組むということに関しては今までやってきたので、まあ、ここはさらっと流させてもらいました、はいはい。でこう溝を掘ってこう鏡板を入れたんで、はい、まあ、取り外しができない構造、できないもんですね、学とは違う構造ですよ ね、 そうですね。でもう一つ、まあ、学とは違うところで言うと、学やったら組み方が、まあ、あんまり関係なかったですね、はい、どっちが大きいとか、ね、あ、そうですね、うん、なかったのが、こちらかまちどの場合だったらルールがあると、はいはい、でそれを守って作らないと、うん、まあ、強度不足になったりとか、家具にした時の見た目がおかしかったりとか、はい、ね、はい、するので、まあ、同じような枠を組むという額と、はい、まあ、かまちどなんですけど、全く違うものだというのを繰り返した上で、はい、かまちどに挑戦してほしいと思います。いや、分かりましたよ、はい、もう扉はしっかり強度出したい、そうですね、長持ちさせたい、そうです、見た目も大事、そうですね、ルールを覚えておきます、はい、そして私もチャレンジしたいと思います。頑張ってきてください、はい、それでは今回の箱物扉について、かまちどの説明とビスで組みますでした。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。もっといろんな技術が知りたいという方はこちらのリンク先からご覧ください。お届けはウッドロード動画科学教室でした。